さあこれで総合優勝は最終日で大逆転、最高位戦チームとなりました。おめでとうございます。ずるしない麻雀駅伝2018最高位戦優勝記念と題しまして、今回は6人のベストな一曲を一つずつ発表していただこうと思います。いつものスーツを着て、いつものスーツ浅くはベストって書いてある。違うベスト。今回は朝倉さんのベストな1曲、はい、3番なんですよね、3人うちの、うん、これは僕の最終ハンチャンで、はい、一応、まあ、8分の7回戦なんですけど、うん、まあ、僕の最終ハンチャンですね。で、まあ、ここまでは、だいぶまあまあ最初なんか3位2位2位ってきて、やっとトップ取って最後の1本だったんですよね、うんうん、そうだね、3番だから3、3、2、2はあんま良くないってことかな、そう今、まあまあじゃんって思っちゃった、はい、だから3、3、2しか打ってないからね、パイレーツ、パイレーツっぽいなと思って、この前ですよ、3、3、2、2いやで、まあなんかこれもトップ取れると大体チャラにいけるかもぐらいだったんですが、まあまあまあ、トンパツサンマのメンバー本当華やかでしたよね。てかね、あの、うん、みんな強かったんで、ね、もう本当になんでこんなメンツで、ね、僕が生贄に捧げたんだ。みんな朝ピンが来るから大井さんと太郎さん出してきたんだ。そうお、これでヤクヤクでペイ1枚抜いてんだよね。はい、結構十分高い、うん、まあなんかとりあえずヤク杯1個ポンして3900点牌になりますね、これで。本当だ、はい、うん、早くも、うん、サンマーテンパイが早いな、うんうん、ここまでは自然ですね、はい、ここまではまあ至って自然ですね、うん、このまま上がっちゃったら取り上げるなんてことじゃないよなんでこれにしたんだろうで今ドッポさんが結構もう捨て牌が濃いんですよね。ドッポさんも1個仕掛けてるんですけど、うん、もうサンマのこの捨て牌っていうのは相当テンパっててもおかしくないんですよね。打点アップですよ、はい、で、まあまあ3層切るとスッチー層で、数層切るとサブドス層の漫画になるんですが、とりあえず数層はもうすでにドンって言われる可能性結構あるし、切らないと、で、まあ3層切って同じ町に受けるっていうのも結局まあ勝算がちょっと低いので、うん、今間違えなかったんだ。そういや、これ確か見ててへえすごいと思った。でまああとやっぱりサンマっていうのは結構そのまあ上がり位置が相当重要というか、なるほどね、大井さんからやっぱりこの3種類の町取りで一番上がれるのはでは嘘だっていうことで、はい、この時はまあまあそういうちょっと、うん、いやーこれスイッチ待ち合わせたくなる、ね、そうだよね。てかやっぱ4馬間隔で言うと残球と発生は相当違うと思っちゃう、ね、うん、まあ、でも3馬の残球と発生はいつでもできるんで、なるほど、ね、両方さばきてって感じ、ね、そうですね、発生盛りさばきてみたいな、はい、うん、てかもう何だここは全部さばきてっていう人もいるぐらい、うん、あでも練習で俺も思った、親で吹かないと勝てないよね、うん、この3馬ね、ここはもう打点よりも上がり、なるほど、なんかリアリストですね。ああパイレーツみんなリアリストだから、うん、そっか、え、ね、今日大丈夫、バチバチ出ますね。違う、褒めてるんですよ、最高戦で集まったんで、褒めてる、めっちゃ褒めてるんですよ、はい、一回 M リーグ教えていただければ。あ、そう、関係ないの何人かもだって分かりました、気遣っていただきます。ありがとうございます。浅川さん、言い残したことあります？ないです。短でも、あれってさ、パク持ってこなかったら本当何の音だって分かんない。そうそうそう、何のとこだ、良かったですね、箱持ってきて。だからちょっとワサルだと似てたんだよね、テンパイからあんこったけど切って、ね、ああ、そうかそうか、誘惑に負けずに切りましたんだ。そうそうそう、まあ、あれが最初から箱あんこだったよりもなんかむしろ持ってきた方が誘惑あるですよね、箱を。いや全然だって発生したくなっちゃう、あ、すごい、痛くなったみたいな。あと、わさびずっと口開いてるんですよね、これね。え、ここで止めてるからね。え、違うの、わさびは打たれてる時にずっと口開いてんの。結構、ね、集中してる証拠ですか。多分ね、口呼吸なんだと思う。集中してる時はこうなんですよ。顔作ってる時は、顔作って
る時は真剣なふりしてるだけなんで。あ、じゃあこれが真剣な顔なんだ。なるほどね。エブリングの時だから毎回開いてて自分で言った開いてて、いそれはアイコ見ててもっとイケメンなのにと思いながら、すいません。いや、いいと思います。最高位戦の対局で口開いてなかったら怒ってください。あ、逆にね、真面目に食ってやれないと余裕あるんだろ。もうリングで終わるわ。